るさとコーナーは1階総合フロントの近くにあります。展示会や各種相談会のほか、物品販売など営利目的でのご利用が可能なスペースです。ふるさとコーナーは出入りの多い西玄関の近くに位置し、利用者が行き来する場所にあります。そのため当館利用者の目に留まりやすいという利点があります。またシンプルな広い空間ですので、持ち込みや付帯設備の設置で多様なご利用が可能です。当館ではアートワークショップや陶芸教室等の作品展を開催したことがあります。付帯設備として展示パネルやスクリーン、プロジェクターがご利用いただけるため、展示会や作品展の開催ができます。また物品販売が可能なため、各種出張販売や店舗をお持ちでない方の出店、個人での販売活動が可能です。またご利用前後で館内レストラン椿亭をご利用いただけるよう、事前に席予約もできますので、ご休憩もスムーズに行えます。利用料金は9時から21時30分までの前日利用で2500円です。ふるさとコーナーの予約方法は動画概要欄にあります貸館予約方法動画、またはホームページにてご確認ください。いかがでしたか？ふるさとコーナーは付帯設備や持ち込みにより様々な用途に使えるスペースです。レンガ畳の空間はビジネス利用だけでなく、ものづくりなど趣味や個人利用にも用途を広げられるスペースです。予約方法や付帯設備についてのご要望など、スタッフが丁寧にご案内いたしますので、お気軽にご連絡ください。